大人気企画、懺悔のサムネのタイトルを当てろ。イエーイ、ボン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 。最近クイズ多いっすね、なんか。まあ大人気なんでね、クイズは。取りやすくすぎて味を占めてるね。あ、しめしめ、うまうまうま。簡単なものからいこうかなと。これです、ババン。え、おっきいな。え、おっきい。何の動画なのかさ、わかんねえもんな。あ、これ、まあ、ヒントは荒野行動なんですけど。あ、まあまあ確かにこのサムネはどう見ても荒野行動だわな。うん、でしょ。うん、どう見てもこれ。いや、おっきいんだよ、おっきい。でかすぎてやばすぎた。おお、なるほど。直球の極みだね、それ。ありですね、そういうのも。まあ、え、でも俺は懺悔の特性を前回の企画で理解したので、はい、多分セリフ調だと思うんだよね。ああ、そうだね、前回セリフ調だったもんね、確かに。だから多分このサムネでタイトルが、うん、そんなの入らないよう、あーやりそう。やりそうということは違う。違う。やりそう。答えいいっすかね、早速じゃあ。はいはい、答えこちら。平木さんがってるパターンかよ。俺買ってんじゃんこれ。生チンも見せられた時の女子のガチな反応があまりにもリアルすぎる。あ、平木さん、俺が見せた時もこのリアクションされました。いや、見てね。本当にこのリアクションでしたよ、こいつは。え、大きい。はい、言われました。入んないよ、そんなの。反応する。いや、ちなみにこれは動画内でガチでマジロンにあのリアル見せつけられて。どういうこと？どういうこと？あ、どういうことかっていうのはぜひ動画でね。あ、なるほどね。なるほどね。見てほしいんですけど。アルマジロからリアル見せられたっていう状況がもう分かんないもんな。ね、これはもう本当にリアル。を見た時のガチの女子の反応が見れる動画なんで、ぜひ皆さん見てみてください。これは絶対外れると思ったのに。まさか当たるとは思わなかった。まあまあ簡単だったんじゃないですか。連想クイズの範疇ではあったね。じゃあこちらも連想クイズになりますね。はい、こちらドドン。市場。市場です。これでございます。タイアップなのかな、この出し方って。タイアップだと思う、平木さん。あ、なんかタイアップっぽいし、なんかクリスマス配信な気もする。ああ、衣装的にね。そう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 、確かに。あ、でもこれサンタさんなのこれ、それともただのチャイナなの。チャイナサンタですね、これは。チャイナサンタ。あ、うん。でも懺悔の傾向的にサムネイルを使い回すという傾向が捨ててもないってこと。つまりございますね。あ、なるほどね。うん、懺悔をおっとかそう使い回します。いや、多分これサンタはミスリードっすよ、俺の予想。あ、そう、サンタで行くんだったら多分知女っていうワードじゃないと思うんですよね。ああ、なるほど、うん、賢いな、その読み。だから多分その知女の方が多分メインで、うん、そっちから連想した方がクイズ答え近そう。あー、賢いなー、その連想。最近じゃんこの髪色な。最近の髪色。そうですね。あ、そうか、もう直近っすね。知女ってことはですよ、知女ってことは。じゃあ抜いてもいいようでいきますわ。あー、強い。なるほど、はい、正解こちら。私でいっぱい抜いてねやった。おばあさん大正解。やったー、すげー。これは当たった。バチコリですね。なんでゲーム実況のタイトルでこれがニアピンするんだ。おかしいよ。怖いな。おかしいっすよね、このチャンネル。なんかおかしいよ。わかりやすいのを出してあげる。お、うん、こちら。うわ、わかんねえよ。わかんねえよ。いや、わかるでしょ、もう情報量満載じゃないですか、こんなん。バイクの免許取りましたね。いや、待ってくださいよ。私にはバイク免許を取る上でハードルがあるんですよ、うん、そのハードルを考慮していただきたい。なるほど。あれ、精神疾患のことハードルって呼んでる。まあハードルですよね。あ、え、精神疾患だけど国から許可が下りましたみたいな。あー、釣り寄りだね、だいぶね。なるほど。俺髪色見てないし、ちゃんと写真見てます？純中型？あ、
私の取扱説明書みたいな、そっち系。なるほどなるほど。あ、いいんすね、そっちファイナルアンサーでいいんすね。そっちで。答えこちら、精神病患者って運転免許取っていいの？元のやつ合ってたやん今日も。うわこれな、回答変えたかんな、おばしさん。マジかよ。しかもこれまだ免許取得前なんですよ。はいはいはい、バイクの、ね、免許取得、ね、そう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 、取得前にこれ動画見てほしいんですけど、私のノウハウを映してます。あった、見た。見たわ。そうそう、転換の検査をしてきましたよみたいな感じで、それで撮った一本なんですけど、平木さんこの動画面白いんですよ。あの明らかにね、精神異常者が精神が異常になりそうな部屋の中でひたすらほら見て、脳波が脳波が出て、脳波の髪をひたすら画面に映すっていうね。いやそれのどこが健常者やねんっていうね。異常者しかそんなことはしないんですよ。ちゃんとあのできること全てやって、まあ主治医に運転していいですよって言われましたよっていう報告ですねこれ。なるほどね。じゃあ、まあ、うつ病っぽいサムネつながりでこれでいきましょう。うつ病っぽいサムネっていう日本語やばいよな。何それ、うつ病っぽいサムネってなんだよ。こちら絶対わかんない。何、この世からいなくなってもいい。これ MV じゃないの。MV じゃん、どう見ても。MV レベルで気合の入った編集でしたねこれは。サムネ MV じゃん。頑張れ、愛が試されてますこれは。俺見た記憶がありません。平木さんある記憶ないですね。じゃあお二人ならどうつけるかを考えてほしいですよね。あー、なるほど。ちなみにこれは総集編です。あ、総集編、うん、実写動画の総集編かな。あー、だったら私の人生全部見せますみたいな総集編。あー、はい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 、うわーかな。うーん、はいはい、俺もそっち系予想で、お、私の人生は YouTube に全部置いていくよみたいな。それいいな、それに変えようかな。いいね、そのタイトルエモいね。エモいでしょ。エモ、お、採用、採用。こちらまとめ、動画から見る私のうつ病。ふざけんなよマジで。お前こんなにさ、この世からいなくなってもいい日やみたいなノリにしてんのにさ、なんだこれ。なんで、悪くないでしょう。ふざけるなよマジで。いやいやいや、ゼロポイントですよこちら。うわー、土下座してる。なんだ、申し訳ございませんでした以外であるのこのサムネで。ああ、なるほど。これ違ったらもう意味がわからない本当に。いや、ワンちゃんかわいすぎてごめんなさいとかの可能性あるよ。あー、まあ流行ってますしね、中かわいくてごめんっつってねみたいな、そっち系の逆張りありそう。髪色的にいつぐらいやろう。でもこのサムネとかのあたり、復帰して活動的になってきた頃に、やっと私がいろいろ暴露するようになったくらいかな。暴露、あ、だって俺頭の中に最低なのかんだ。何。許してください、何でもしますから。またまた、また陰夢中だよ。こいつ陰夢中だ本当に。ダメだ。でも懺悔だったらそれやりかねないんだよこいつは。インターネットミーム大好き女。そう、黙っていてすいませんだな、これは。なるほど、ありそう。じゃあ俺、謝らなきゃいけないことがありますにしとくわ。あー、答えこちら、ホストにハマってしまいました。あー、なるほどね。これおぱしさんがつけてくれたんですよこのタイトルとサムネ。これおぱしさんに、うわどうしましょう、これホストにハマってる話なんですけどって、いやこれは土下座してタイトルこれがいいよって言われてこれにしたのに。逆逆、俺は懺悔だったらどうつけるかを予想してるわけだから、俺がつけたタイトルは当てれないよ、だって懺悔じゃない。無理だよ。あ、正論。そう。で、じゃあ最後一問当てられた人、これ8億万点あげちゃおっかな。今までのクイズなんだったの。毎回懺悔のやつ、いつもの。え、絶対当てれるやつか絶対当てられないやつ、どっちがいい。何そのクイズ。当てられない方がおもろい、うん、当てられない方みたいわ。あ、じゃあ絶対当てれないですからね。あ、こちら。何これ、何これ、何これ、絶対当てれない、もう知らないからねこれ。これ警察からポッケ見せろって言われた時じゃないの。所持品。なんかパケみたいなの持ってんじゃん。あー、でもそれ大ヒント大ヒント。
え、なにこれ、ポッケから記憶にないポケが出てきましたみたいなこれ当てれたらもうこれ懺悔マニア。わからん、これなんだ。え、当時の懺悔。当時 まだっすよ、まだそんな言うて。そんな狂ったサムネとかタイトルじゃなかったもんな、多分な。うん、でも中でもこれは狂ってるかもしれない。狂ってる。うん、ガチでわかんねえ、なんだこれ、うん、撃たれてる。な、じゃあちょ、こらマイナス1ポイントちょ、殺したらマイナス何点になるか試して。うん、ダメ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 、ジャッジマン私。あー、ちょちょちょ、うん、危ない危ない。もうちょっとヒントください。もうちょっとヒントください。作ってるものは、はい、クラゲです。クラゲ、クラゲを作ってる。インゴですかそんなんないから、そんなんじゃないから。クラゲとクリオネが作れるキットで遊んでます。クラゲとクリオネのように深海を漂いたいみたいな。なるほど、はいはい。逆にちょっと文学少女臭さがあった頃で、命の作り方みたいなタイトル。あー強っ。答えこちら、生命の創造です。おおお86万点来た、合ってんじゃん大体。すげえマジで、おぱちさん、あ、パニエロ、あ強っ。うわ、優勝おぱし、やったぜ。すげえ、なんでわかんのこれ。懺悔マニアだからだよ。懺悔マニアです。よ、懺悔マニア、性質を理解してるわ。理解されてたな、すげえこれ。ちなみに絶対当たると思ってた方を送っときますね、はい、こちら。ちょっと待って、俺今ヒラギさんと戦闘してる、はい、あ、ちょっと戦闘しない。お、え、あー、はい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 。これはあの俺のチャンネルでご報告、彼女ができましたであげた気がするわ、似たようなやつ。あー、そう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 、これはね、もう、うわー、負けたやっぱおぱしさんが優勝なんですわ。勉強が足りないね。足りてないね、やっぱ私の大切な人っておぱしさんなんですね。やったぜ。お、そうだな夢中だまたえ、グリッチじゃないですかそれ絶対グリッチだよなおい、今さらされてるぞ日本で。木に頭ぶっ刺しとくとへっしょ食らわなくなりますよ。あーね、頭がない、へっしょ食らわない裏技。さあ行くぞ、奇跡を起こす、奇跡を起こす、いけるいける、やった。チャンネル登録、コメント、高評価いただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。毎日7時にアップしております。ぜひともまた見てください。バイバイ。